じゃあやりましょうか。はい、右輪の日ですの、でピアノが今井飛鳥さん、歌が大野まどかです。で作詞作曲などは共作でいろいろと、作ってましてですね、まず3曲続けて演奏します。で1曲目が発して終わるという曲で、岸田邦夫の顔っていう2曲の冒頭のトカキ部分を、曲にしたという、今井飛鳥さんが作曲と編曲された曲というのを、演奏します。で2曲目が幻想の城で、これが、さっき少しお話にも出てた中村康信さんが梶井元次郎のレモンをもとに、本案して、それに作曲編曲が今井飛鳥さんという曲です。次が、夏目漱石の夢十夜の中の第一夜から、100年後というタイトルにして、これも最初中村さんが抜粋したんですけど、その後私が、結構手を加えてですね、それに作曲して、それをアレンジを、編曲してくれたのが今井飛鳥さんという曲で、その3曲をまずは続けて演奏します。男、女、今日の聖一、土屋園子。女28区夫婦用見え夫婦ない用見える男頑丈体格苦学生上がり役人素人風した商売女言えばいいよ二人一つテーブル挟んで腰
内、外。食堂明かりつく。東から出た大きな赤い日、やがて西へ落ちた赤いままのっと落ちていった日とつ。またからくれないの点灯がのそりと昇ってきた。
だまったままそっと沈んでしまった1曲目が走って終わる岸田國士の戯曲顔の冒頭のトガキ部分からの、曲でした。で2曲目が梶本次郎レモンより、幻想の城という曲で、3曲目が、夏目漱石の夢十夜より第一夜の中から100年後というタイトルをつけて、作曲した曲でした、はい。次もまた3曲続けて演奏します。4曲目ですね。順当にいくと4曲目が「空庭」という曲で、これが今井明日香さんの作詞作曲の曲ですね。割と2人で活動を始めた最初の方に、はい、演奏していた曲です。でその次が、また梶本次郎の「レモン」からで、これは、本は、まあ、作詞と作曲が私で、アレンジが編曲が今井明日香さんで、「この重さこそ」というタイトルです。次6曲目が尾崎みどりさんの歩行という小説があるんですけれども、そこから、私が本案作詞して、雲と風の合間というタイトルで、作曲編曲が今井明日香さんになります。
空らと白いハトソミラン。
よほど歩いたけれど目的果たせず風の中立ち止まりふと厳しく返す空庭と今井明日香さんの作詞作曲の曲と、次がこの重さこそ梶本次郎レモンより、私が作詞で、作曲編曲が私が作詞作曲で、編曲が今井明日香さんで次の風と雲の合間が尾崎みどりさんの小説の北高から、作った曲で、作曲と編曲が今井明日香さんでした。この後ちょっと4曲続けてなんですけれども、CD を2016年に出してですね、その中で4曲共作して、これはもう全部私が作詞で、これはもう元の小説とかもなくですね、オリジナルで作詞をして、で、作曲と編曲が今井明日香さんという曲が4曲続きます。で1曲目が、7曲目ですね、投資だと7曲目で、8月の歌。愛のソネット8曲目が5月の歌言葉たちで9曲目が10月の歌世界の旗の鳥で10曲目が11月の歌古びた海という曲の4曲になります。2016年でした。その頃ちょうど扁桃腺を切ってですね、多分その後ぐらいに録音したような気がします。はい、もう間に合わない道あふれ
始まりも終わりも同じように霞んで前がよく見えない。
で今井明日香さんが作曲という、共作の曲を4曲続けて、演奏しました。通しでですね、7曲目が8月の歌愛のソネット、8曲目が5月の歌言葉たち、9曲目が10月の歌世界の旗の鳥、10曲目が11月の歌古びた海という曲でした。であと最後ですね、あと2曲なんですけれども、これが新曲で今日初めてその演奏するんですけど、これがそうですね、私の作詞作曲でアレンジを今井明日香さんにしてもらったという2曲ですね。で、11曲目になるのが水輪という曲で、12曲目が、桟橋パート2という曲になります。はい、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい、準備が終わるので、はい、はい、大丈夫です。眺めた透明が闇と
以上でした。ありがとうございました。右側の日でした。あと10分ぐらいですかね。はい、じゃあ、はい、松川さんまた。
はい、すいません、ちょっと機材トラブルでちょっとバタバタしてしまいましたがエンディングでございます。ですね、そうですね、また右輪の日あったですね、はい、もうあの字を見るとね、もう渚しか思い浮かばなくて渚の日、意味的にはそうなんですよね。そうそうそう。で、右輪の日としての今後の活動をちょっと伺いたいなと思いますが、はい、はい、今年はどんな、はい、そうですね、感じでしょうか。ちょっと緊急事態宣言にもよるんですけれども、ね、はい、この後のね、ちょうど今言ってるみたいなところなんですけど一応決まってる予定としては、はい、3月の27かな、仮なんですけど、はい、仮予定ではあるんですが、その日に荻窪のベルベットさんというところで、そこも無観客で配信ライブということで、はい、演奏を多分また1時間ぐらいかなすると思いますので、はい、よかったらまたご覧ください。はい、で前に、そうですね、もう一個のバンドのハトで同じくベルベットさんにも出ていて、はいはいはい、なんか最近そこで、ですね、なんか配信ライブ当日とあと、その後3日間無料で見れるんですけれども、その後も見たいって方はちょっと有料で、その、まあ、課金というかあって、あ、なんか配信チケットみたいな、はい、みたいなやつがあるみたいで、はい、それでなんか映像をお買い求めもできますので、はいはい、ドネーションなども受け付けておりますので、よろしければ、はい、ご覧いただければと思います。はい、そんな感じですかね。そんな感じあれですか、京都の方でなんか一緒にとかっていうのは、はい、京都の方やりたいんですけどね、去年も言ってたんですよね。そうですね、ちょっと、うん、考えます。アテネフランセでしたっけ、京都の。そうですね、アテネフランセとか前やっとちょっとやったりとかもしたんですけど、はい、京都でも何回かやってるので、はい、まあとにもかくにもあれですね、現状が、いい方向に行かないとなかなか活動もね、できないとは思いますが、特にねお二人は距離があるのでなかなかね、そういう意味でもやり活動 しにくいというところはあるかと思うんですが、引き続き、ね、ご覧いただいている皆さん、引き続き活動を楽しみにしていただければと思います。はい、他に何かお知らせとかありますか。ココのお知らせ、ちょっとそうですね、ココになってしまうんですけど、はい、2月6日にそのハトの方ですね、ハトの方で、はいはいはい、あくびというバンドをさんがお誘いくださって、はい、ツーマンなのかな、で、阿佐ヶ谷のタバさんだったかな、はいはいはい、っていうところで、はい、演奏しますので、はい、よかったらそちらの方も、はいはい、ご覧いただければと思います。はい、その時はお二人で、まあ、早さんと二人で、はい、ハトをやって、で、あくびがハトの曲に参加してくれたりっていうこともあるみたいな。あ、なるほど、合奏みたいな感じで。そうですね、はい、うん、いいですね。じゃあ、飛鳥さんの何か、あ、私は特に予定はないんですけど、まあ、まどかさんからいくつか詩をいただいているので、はい、それの作曲を進めていけたらなと思ってます。はい、はいはいはい、なるほど、うん、日々の生活はどんな感じなんですか。日々の生活は何ですかね、去年はなんか転職したりとか、いろいろ、はい、ちょろっと個人的なイベントはいろいろあったんですけど、はい、お仕事を変えられてみたいな。そうですね、はい、割と楽しくやってます、おかげさまで。そうなんですね、はい、それは何よりでございます。はい、そうです。ちょっと前の仕事の慣れ添えとかも、いろいろちょっと映画館の映写技師ですね、はい、映写技師をずっとやってました。ピーコさんより映画見てますから。ピーコさん、青杉か、映画の本数見てらっしゃいますか。いいいいいい、もうめっきり仕事を辞めてから行かなくなったんですけど映画館に。じゃあ今はまあなんとか、はい、なんとか生活できてます。はい、落ち着いてるので、ちょっと作曲もなんか再開できたらなと思ってます。なるほど、はい、はい、じゃあそんな2人に、ね、期待大ということで、ちょっとまだ5分残ってしまったんですけどまあいいかな、うん、はい、ちょっと早く終わりたいと思います。はい、じゃあ本日は、今井明日香さんと大野まどかさんに、また右輪の日右輪の日
右側の日のお二人に来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ止めます。カメラどこに誰か